なんかコメントあります？なんかセミナーに関してはどんな、イメージ、なんか終わった瞬間、うん、なんかメモしたこととか気づいたこととかってあります？聞き方が、はい、まあ、自分にとっても、はい、あの私も発信する側だったので、うんうん、2つの聞き方として見たんですけど、もちろん、はい、やっぱり私より私までまだ私も全然中途半端というかまだ、途中な状態なので、課題はいっぱいあったんですけど、私まで追いついてない自分の生徒さんに対してこういう話し方で言ったらいい、うん、いいなという構成だとか、あ、構成ですか、ああ構成だとか、はい、話の合間に出てくる例え話だとか恥ずかしい大事な、いや、分かりやすくこうなんていうんですか、つながるように一つずつのこう工程を教えていただいているような感じで、うん、うん、とても勉強になりましたし、自分も、分かってるんだけどちょっと自分のことを後回しにしちゃってたので、それはまずいけないっていう焦りと、早く整えて次の段階に行きたいっていう気持ちがものすごくあったので、いいですね、前向き、整理をしたいですね、はい、はい、それ払う形が、私に合ってるんだったらぜひやりたい方向、うんうんうん、聞いた感じ商品があるので、商品もあるし、うん、コミュニティとかもそっちの方の結構バックエンドだけどもコミュニティになってるんで、ちょっとオンラインサロン的な、うん、匂いもするんですよ、はい、結構向いてるっていうか、うん、あ、そうですか、思うので、ちゃんと商品でね、あるっていうやりやすいですね、うん、なくてもいいんですけど、うん、あるとその中でできますよね、その中でじゃあそれをどうするかっていうのができる、そうですよね、うん、ちゃんとなんか入り口とお尻があるので、うんうん、出口があるんで、まずやりやすいかなと思うんで、はい、まあちょっと復習をしつつね、待っててください、はい、こうモチベーション下がらずね、もちろんです、はい、はい、ありがとうございます、いや、こちらこそありがとうございます、うん、もうなんか教科書のようなね、コメントがある、いいんですか、大丈夫ですか、はい、になって言葉になってたかな、大丈夫かな、ありがとうございます、はい、今日でなんか野沢くんとかもね終わってんのか分かんないですけど、一回じゃあ、はい、宮田さんと一緒にメインルームに戻りましょうかね、はい、そしたらそっちのあっちの状況によりますけど終わりようかなと思いますので、うん、はい、分かりました、はい、ありがとうございました、2人ありがとうございます